こんにちは。今日はね、昨日テレビ見てて、なんかバームクーヘンが出てたので、バームクーヘンを食べたくなったんだけど、まあ、焼くのはあれだからと思ってフライパンで簡単に巻き巻きして、芯もつけなくていいかなと思ってて、なので簡単にバームクーヘン巻き巻きして作ってみようかなと思ってます。これはもう適当にホットケーキミックスとか卵とか混ぜてみた。どんな味になるかわかんない。で、今あとは豚を煮てます。今2時間ぐらい目。最初に紅茶で焦げ目つけて焼いてから、すごい跳ねてる油。紅茶で煮て、その後その紅茶の汁流して、で今度は生姜とお塩をちょ入れて塩豚みたいにして煮て、これで今1時間半ぐらい煮込んでる感じですね。さてどうなることやら。ではやっていきます。今3層目結構順調に巻けてます。焼き上がりましたが、形整えるために今巻き簾で巻き巻きして、コップに立ててます。こうするとね、ふわっとするんですね。うちはだし巻きじゃなくて伊達巻き作る時もこうする。こんな感じになってる。なんかもう伊達巻き的。まあこんな感じで少し冷めたら切り分けてみたいと思います。冷めたので切り分けてみました。まあ芯を入れてないからこんな感じなんだけど、伊達巻き感も出ちゃってるけど、まあいいと思います。端っこの方ちょっと食べてみよう。いいと思う、味は。よし、そろそろ旦那帰ってくるみたいなので、ご飯もできてるから待ちます。帰ってきてご飯も食べて始めた人です。おうまい。まだうまいしか言わないの、感想。うまい。あ、そう、うちのペンションのメニューには中華料理も入ったね。これ中華だし。なるほど。黙々と食べてるね。なんか適当にお醤油と黒酢とごま油でタレを作って。うまい。あと梅肉も叩いたの。うまい、これはうまい。それくっつけながら食べてる。これうまいわ、このソース。あ、そう、うん、なんか黒酢がずっと余ってんじゃん、小籠包用の。うん、あれ入れた。うん、昼も食べて夜もガッツリ食べてますね。またお腹痛いとか言い始めないでよ。大丈夫。うん、じゃあいただきます。ご飯が食べ終わって、私はこれフットピーリングっていうの、ベイビーフットとかね、あるじゃないですか。まあ違うんだけどをやってる。旦那はパンツ一丁でアメフト見てる。みんなご飯食べてお腹いっぱい。それでご飯食べた後に少しこれ、さっきのバームクーヘンもどきちょっと食べたの。まあバームクーヘンなんか口の水分持ってかれる感じだけど、これはもちもちしてるからなんか食感が違うんだけど、味はバームクーヘンだけど食感が違うってこの人は言ってましたね。うわ、真剣すぎて、てかブッサイクな顔して見てるよ。で、あとなんかちょっとで終わるっていうから、終わったら私は自分で好きなテレビを見ようと思います。終わったの？よし、じゃあ見よう。これあと1時間半ぐらいやる。そしたらお風呂入ります。今ね、サニー公園かけてたの。
サニカあんなとこ乗ってるから怒ってんだよね。ポトトちゃんね、急に寒くなった。だからちょっと私薄着で寒いね、手冷たいもん。ちょっとねえ、寒くなってね、あんた暑いの嫌いだから気持ちいいんだよね、好きなんだよね。さて、では好きなことしまーす。何見てんの？もうそろそろ10時になるので、足、これね、いい感じになると思うから、お風呂に入ろうかと思います。前髪がね、邪魔すぎるからパイナップルみたいになってる。で、今は、ずっとね、絶対に笑ってはいけない、今日はスパイを見てる。てか、うちはいつもガキばっかしか見てない。はい、谷君。で、はい、うちのおじさん、パンツ一丁。気持ち悪いね。笑っちゃいけないって、この人が笑うわ、マジで。ということで、一回止めて、お風呂に入ってから、また続き見ようかなと思います。それでは、今日はこの辺で、お風呂に入ったら、もう動画は撮らないから、お休みにします。それでは、また今度、おやすみなさーい。